ねえ、アモ。はい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 。あんた本名で呼ばないの。アモちゃんでしょ、ここでは。本当に。あんたもう本当、店閉めたいんだから早く帰りなさいよ。じゃあこれ飲んだら帰ります。はーい。じゃあ一回乾杯しましょう。はい、乾杯。本当にお疲れ様よ。ティナってさ、本当に三井屋さんの雰囲気醸し出しながら。ちゃんと人懐っこいじゃない。そんなことない。それでいてさ、職業も CA で。あんたみたいなタイプって男本当好きよね。どういうこと。だって職業も含めてあんた本当ずるい。ずるいって何。まあね、たださ、あんたも偉いよね。だって中途で CA になったじゃない。まあ、だからさ、ちょっと心配なのよね。どう、仕事忙しいでしょ。まあそうね、ロングフライトだと結構長いんだけど、でもその後3日休みあったりするから結構ちゃんと休めてるし、で、あとなんか海外とか行くとゆっくり休めるから結構楽しんでる。そっかそっか。あ、よかったよかった。また来週パリ行くんだ。あら、おパリ行くの。おパリ行きます。アモン。何。実はアモンに報告があります。何。私来月結婚する。おお、よかった、おめでとう。ありがとう。ティナ、どうした。何。いや、なんかね、なんか結婚報告してるのにすっごい寂しいんでしょ。そんなことない。そう、本当ならいい。あ、もう、あの時アモンのこと受け入れられなくて本当ごめんね。何よ急に。ちょっとびっくりするじゃん。ああ、まあでもあの時があるからさ、今があるの。この店だってそうじゃない。だからまあでもあれね、ティナのおかげで自分のこと大好きになれたし、あのカミングアウトしてから本当毎日楽しいかな。おかげさまよ、あなたの。私ね、ずっと後悔してたの。アモンのこと大好きっていう気持ちは何にも変わらないのに、なんで受け入れられなかったんだろうって。まあそりゃそうでしょ。だって急に彼氏にさ、俺はバイセクシャルですなんて言われたらねえ、そりゃもう誰も受け入れないって。何。ずっとね、ずっとずっとアモンが心の中にいるの、今でも。あー、もう気まずいな、あんたもう本当何言ってんの。やめて、そういうの。よくないよくない。ティナ、ティナ何してんのあんた。お願い、もうこんなことしないから、今日だけでいいの。今日だけでいいから。最後にキスして。
お願い。